始まりました、ホテルの部屋。始まりましたよ。ネコストダイヤです。前回に引き続きホストあるあるなんだけど、未経験ホストあるある。前回は売れてる人、売れてた人、その中であるホストあるあるを話したけど、だいぶグダっちゃったから、今回ちょっとなんかこうお題を決めて、新人ホストあるあるで、新人ホストあるある、新人のお金事情。まあ言うたら僕はこの店の代表で、それなりにお金を稼いでいる方だと思うんですよね。思うんですよ。はい、はい、思うんですよ。と片や、まあ、先月ね、2人とも当時組を抜けてね、折半打った。だけどまだ言うて給料はまだもらってないし、厳しい給料で生活してたわけでしょ。はい、まあそうです。お金事情を聞きたいな。だって例えばだけど、同伴とかこれなんかお金を気にしてっていうことは ないんだけど、多分気にしないとダメじゃん。どうしてんの？同伴いいよ。同伴か、そんなに悩むことか。僕同伴で言ったら、まあ、やっぱお金は気にするんで、まあ、例えば散歩とか、お散歩同伴とか、はあ、どこに散歩しに行くの？歌舞伎町と新大久保あたり回るんだ。回る。今度ここ行きたいねとか言いながら、ああそうっすとか言いながら、あじゃあもうこんな時間ぐらいみたいな。ういういしいね。でも本当に？いや一回やるんですよ。あ、え本当に？僕はどう逆に。え、自分韓国料理行っちゃうっすね。安いからね。しかもめっちゃなんかお通し出てくるしね。そうっすね。あお通しの草とか食ってるともう腹いっぱいなんですよ。 2,3 千円とかでお腹いっぱいになれるんですよ、普通に2人で。だったら俺なんか格安居酒屋とか行っちゃいますね。俺だったらもうお酒飲むからね。まあまあそれも同伴で。でもそんな飲む一切が酔っ払ってきてるね一回酔っ払いすぎて営業終わる3時間前ぐらいでもうダウンしちゃって。そうなの？バレてないバレてなかったって。俺もいた。いたっすよ、いたっすよ。もう来た時から酔っ払ってたっすよ。マジで覚えてるってやつ。なんか思い当たる日は何個かあるんですよ。声どうした？声がなんか一枚噛ませてるし、フィルターマジで届いてるよね声出しすぎだ。いやまあ、枯れちゃいましたね。何で？なんか枯れちゃいましたね。いつあんまだからそんなお金を安めのところに行くだろうけど、お金がないからこれが困ってるとかないって。まあ元ホームレスもともとホームレスだったらしくて、はい、落ちてる肉しか食べてないんだよね。鹿オンリー青梅落ちてる肉をその辺の公園の水で洗って食べるんでしょ。でもゴミ箱に入ってれば洗ってくるんですよ。洗って焼くの？焼くす焼くす。だから知り合いに電話するんですよ。肉拾ったから台所貸してって。宴だってね。そうちゃんとした肉がゴミ箱に捨ててあるんだ知り合いのスリランカ人の友達が結構有名な、多分皆さん行ったことある有名な飲食店のキッチンだったんですよ。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど、はい、で、コースパーティー後とかって絶対残ってるんですよ。で、ゴミ箱をちょっと晒してもらって、今日捨てられるぞってね。あ、そうあ、チャンスだっつって。それ多分知ったら行きたいやつらいっぱいいんじゃない？俺も行きたいし行けるんだよ。でもまああれですよ、なんか普通に灰皿のゴミとかブワーってかかってる。うわぁそれはさ。え、じゃあまあ次行きますか。まあ、なんかよくわかんない話じゃあ、新人初回あるある。まあでも俺の新人の時の初回あるあるは、俺すごいワイワイ系の店だったの、はい、でやっぱ自分が全く喋れなくて、先輩がめちゃくちゃこう元気よくて何一つも喋れないで終わるっていうのが結構多かった。俺はイエーイよいしょーみたいな感じの、ただ傍観者として見てるみたいな。黙って座ってる方が恥ずかしいんだけど、うん、その時も何もできなくてただ見てたんだけど。僕も最初からなんかボスでこうやらせていただいてるんで、新人だからとか思ったことあんまないんですよ全然喋んなかった。ヘルプついてもずっとこの熱い胸板をずっとアピールしてるだけのマジっすか。そんな感じだった。そんな感じだったよ最初。え、そう。カナとゼロマジで喋んないのこの子たちっていうイメージだった。そう、うん、ルーキーだなールーキーも喋んなかったね最初から最後までじゃないですか。最初から最後まで喋んなかった貫いたんだよ自分は。なるほどね。だいぶ喋るようになったよね。まあ、そうだとそうなるんですかね。そうだとそうなるそうだ。でも自分でもやっぱさ、こう話しづらいなとか絶対あったじゃん最初。特に俺の席とかつきづらかったと思うし。ああ、まあ確か最初はそうだったでしょ。前のやつでも言ったんだけど、役職が上がるにつれて仕事できると思われるみたいな俺あるあるだしたの。要は役職が上がるにつれて勝手にフィルターをかけられて、もうなんかあの偉い人みたいなが入ってくる従業員たちも、ここにはフランクに行けるのに俺には一生フランクに来れないみたいな、立場
敵になってしょうがないんだろうけど、自分がたまたまそれがなかったんですけど、超生意気ですよ。 LINE でこうこうこうねって言ったら、あいーって送ってくるんですよ。それはね、すかさず大さんに友達じゃねえんだぞ、わらって書いてくる。それはそうだよ、あいー。ただやっぱこう、温度差ないやん俺な、何でもさ、結構このままポンって言う、うん、はいはい、それがやっぱりこう怖さを出しちゃってるのかなみたいな。なんかダイヤさんはもう分かっちゃえばもう優しい人なんですよ。分かっちゃえば優しい。もう俺には分かったと。もうダイヤさんってあこういう人なんだって分かったらもうめちゃくちゃいい人なんです、ダイヤさん。好き。ただ好き。ただおかしいって言わない。いつも言ってんのに言わない。いやそれは好きです。ゼロは入った時指名がゼロだから名前がゼロでしたっけ。新人の子はああいう鉄板のなんかああいうの作りがちみたいなのないですか。僕もゼロさんに付随してたんですけど、なんか名前に頼るのちょっとあるあるなんじゃないですか。テルテルとか言ってたんで。ちょっと理解してないかな。テルっていう名前にして自分の名前にちなんだテルテルっていうギャグなのかよくわかんないけど、そういうのやってたっていう話を。そうですね、ちょっと。でもテル松原でやってんだっけ。そうですね、やっぱり顔はクリス松原に似てるということで、立場がカボーイという立場になって電話対応することを、まあ、知らない人からしてテルってなんだって思われることもあれなので、普通の名字をつけようってなって松村でいいんじゃないっていう。え、じゃあ電話かかってきたら出たらなんて言うの。あ、いつもお世話になっております、ハーレムネクストの松村です。マジマジマジ、これ本当に俺何回聞いても笑っちゃう。これそうなんだ。松村です。そこはテル松村ですじゃなくもう松村なんだ。そうそう、逆に誰がわかんねんっていう。テルのプレイヤー短かったよね。そうですね、3ヶ月で一応ネクストに行くメンバーで一番早く入ったかも。オープニングメンバーで言うと子さんだ。最高さん、最高さんってる。ネクストで言うともうプレイヤー1日もやってないんだよね。うわ、やってないですね。やってないよね。オープンした時いなかったもん。はい、ハーレムで一緒にプレイヤーやってたもんね。だからまあそういうことで、そうだよね、テル新人あるある。まあ僕の場合にはなっちゃうんですけど、なんかとりあえずもう度胸だけは見せようって思って振られた一発芸は全部やるみたいな。いや、マジですごいですよ。毎回ネタが違うんですけど、前のやったネタ言っても覚えてないんですよ。覚えてるやつもでもあるでしょ。顔のやつなんかなかったっけ。なんかその、まあ、顔がちょっとブラジル人みたいに見えるんで、ブラジルに顔を取りに行くんですけど、何喋ってるかよくわかんないと思うんですけど、見せてもらうことはできない。そうっす、白ですね。わかりました。なんで食べたい。ちょっと今ちょっと今ブラジルに顔が飛んでちゃって、なんかこの顔があるように見えるんですけど、これは幻想なんですけど、ちょっと撮りに出ると思います。ガガ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 ドゥルー、ヤキ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 、終わり終わり終わり。自分でもやってて、あ、これニュータイプだ、これニュータイプだ。ガンダムか。モビルスーツやん。テルは見てると面白い、本当に話すとちょっとたまに何言ってるか本当分かんないから、本当不思議ちゃんみたいな感じよ。言うてもプレイヤーのあるある全然出てないけど大丈夫。あれありました。何、新人はベルクトーバでこう先輩と一緒に着くと素を出せなくてキャラ付けに困る、みんな最初。ああ、寮とかだとなんかすごいいいキャラしてる新人がいるのに、営業ってなるとなんかまあ、急に固まっちゃってるから。それはあるあるかもね。まあ、俺もそうだったかも。選べる時がいいよね。俺も選ぶとかなくてもワイワイだったから。うーん、あー、合ってないじゃん。はい、という感じでホストあるある未経験バージョン撮ったんですけど、反響あったら、今までなんかドキュメンタリーみたいなのすごい撮ってきて、そういうのじゃなくなんか企画ものみたいなのをちょっと やってみたいなと思ってこうやってみたから、反響があったら続けていきたいなと思います。見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。